まあ今のペナントレースの最中ですので、あれを目指して頑張ってもらいたいと思います。あれを目指して実現してもらいたいなと思います。またあの関西ダービーすごく期待をして待ってます。応援してます。まあ、あれが決まってないからね。でもそれはちゃんとやっぱりみんなでお祝いをできるように準備を少しずつ始めて、ただまずまだ決まってないわけだから、この勝負の世界何が起きるか分かりませんのでね、阪神もオリックスもあれを目指して残り頑張ってほしいな、そして関西ダービーみたいなと思ってます。応援してます。